ダーン。さあ皆さんおはようございます、どうこんにちは、約30分近く、25分ですか遅れて放送いたします。今週のお力ラジオ、今日はですね、のっちは途中で体調不良で、私は綺麗に寝坊と二度寝ですね。7時半ぐらいに、うっかり起きてしまって、で、ジオちゃん起こして、なんで俺が起こすんじゃんみたいな。で、天気がいいんで布団干したいんだけど、って言いながら寝て今に至ってしまったと。ジオさん起こしてくれました、ありがとうございます。さあこの番組はですね、川口元郷にあります三田前用品店、そして西川口駅西口そばどころ二幸さん、こちらの提供でお送りいたしております。この放送担当いたしますのは NPO 法人まちづくり川口、理事長哲さん、はい、そして俺もじゃもじゃ服部ということで、今日はスタジオ2人きりですね。前半の方は白井さんもいてくれたらしいんですが、会えずそんな感じで、2人で頑張ってみたいと思います。2月の4日土曜日ということでね、外はいい天気です。昨日風強かったんだよね。一昨日も強かったね。一昨日も強かった。今日は穏やかですね。何度ぐらいまで上がるんだっけ。また20度とか15度。なかなか暖かい、そして、気持ちのいい一日となるでしょう。僕もよく寝ました。それでは約30分でありますが、ショートバージョン行ってみたいと思います。はい、はい。ですね、今日は2月の4日昨日は節分ですね。特にうちも何もやらなかったな。テッサン豆まいた。あ、まきましたよ。お、すごいね。もう年の数豆食ったら危険ですね。危険だよね。危険です。52個は結構あると思う。まあそんな感じで、やっぱり鬼は外言ったの。福は内だけ。あ、鬼は外、福は内ちゃんと言いましたよ。あ、ほんと。皆さんのうちはいかがだったでしょうか。まあ、小指のようでは今日から春ということで、まあそれらしい日ですね今日はね。はい、なかなかいい天気です。はい、今週のキポランコーナー久々にありましたね。1個、1月28日、急遽芝南小学校の餅つきに参加。1月28日にあれか、もち米収穫してみたいな話か。PTA のお父さんたちがよいしょよいしょペッタンペッタンと頑張っているキポが一つ、そして2月3日、本日、昨日の話ですね、本日16時15分からイオンモール川口1階セントラルコートで豆まきイベントに参加するキポ、ぜひ一緒に鬼場外してほしいキポ、そして同じ日ですね、今日は節分キポ、鬼は外、福は内、みんなに幸福が訪れますように、キポキポキポということですね。一番最後行ってみましょうか。2月3日のね。はい。大丈夫これ。お待ちください。喉の調子を整えて。脈拍ですな。どっちかっていうと。最後。今日は2月3日節分キポキポーキポーン、鬼は外、福は内、みんなに幸福が訪れますようにキポキポキポーンキポーンって感じでいいですか、はい、エグちゃん。ちゃんとメールは勉強してんだろうか。ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、そんな感じで、そしてですね、今日明日とキポランの出動決まっております。川口市市内障害者作品展示販売会かっこマイライフ展というのに出動しますね。市内障害者施設で制作した作品の展示及び販売会を開催ということで、こちらアリオ川口で、10時から18時のうち複数回出演予定ということですね。お近くの方お買い物ついでで行ってみたらいかがでしょうか。そして、2月の18日土曜日、こちらは男女共同参画フォーラム川口総合文化センターリリア1階催し広場&展示ホールで10時40分頃から出演予定ですと。そしてもう一つ、2月25日土曜日、ララガーデン川口第6回アンドアース災害に負けない知識を学ぼう、はい、うん、
事前の対策の重要性と災害時に対応するアイディアの双方向から子どもと一緒に家族で学べるプログラムをワークショップで実施するイベント、はあ、キュプランは13時から15時に1回イベントブース周辺を練り歩く予定ですと。2月の25日ね、今日明日と2月の18日土曜日と2月の25日土曜日です、ね、キュプラン追っかけの皆様、皆様はいねえか。いや意外といますよ。意外といる。意外といますよ。ですね。キュプランこの辺に出没する予定ですので、ぜひ応援してあげてくださいということです。はい、はい、それでは街の話題行ってみましょう。まずスタンプラリー、東川口スタンプラリー行われておりますだよね。もうね、もう結構生まれて始まってます。始まってます。行われておる。テサ行った？行ってないです。行ってないね。東川口なかなかね行かないんですよね。行っちゃうと飲めねえしな。まあ電車で行けばなんですけどね、うん、バイクで行っても可能っちゃ可能なんだけど、ね、うん、我々あの飲んじゃう、まあ鉄はそれほどのないですけど俺らはもう絶対飲んじゃうので。でも電車で行くのも結構駅までめんどくせえもんな、うん、ということで、二の足を踏んでおりますが、東川口各所でですね行われております。そして3月からは東川口ゼミというのもやりまして、これうちらと同じなんだよね。そうですね、はい、まあそんな事業が行われております。東川口近辺の方、東川口をね、ちょこちょこ利用される方、近くなんだけど行ったことない方、ぜひ行ってみてくださいね。1等が1万円3本。200人以上に豪華景品か。なかなかいい。ですよね。うん。物販なんかもありますんで、ぜひあの、こういうチラシ、もうちょっとでかいですよ、本物はね、はい、お手にしていただいて、検討して、ワクワクしながら飲み食べしに行ってみてください。はい、以上読んでみます。東川口地区として地元商店80店舗と市民団体2団体との共催による地域活性化イベント、東川口スタンプラリーが2月1日から2月28日火曜日の1ヶ月間開催されます。参加店舗でお食事やお買い物をいたします。同スタンプ用紙にスタンプをしてもらえます。スタンプを3つ以上集めると豪華景品が当たる抽選に参加できます。金額の高にかかわらず1回の飲食購入等でスタンプをしてもらえますので、この機会にぜひご参加くださいということで、もう始まっ2月いっぱいですね。2月いっぱいやってます、はい、1ヶ月間、はい、ということですね。このもうどんどん盛り上がってもらえるといいかな。さあ次、市役所マルシェでん、2月の7日火曜日、今週の火曜日ですね、朝10時からだいたい14時、売り切れ次第終了ということで、川口市役所の中でやります。今回、まあ、いつもの安行農協ですね、それから、和菓子の若草さん、それから晴れ晴れさん、これ焼き菓子パン、高野コーヒーさん、この辺りが出店いたします。ぜひ行ってみてはいかがでしょうか、はい、相変わらずチラシが商売ですねはい、な感じです。さあ次、これは初めてお伝えいたしますね、NAC5 出張公開生放送カメレオンパーティー、今日初めて見たんですが、アリオでやるんだ。はい、ほん、あの毎週日曜日、うん、この町川ラジオが終わるぐらいからちょうど始まる番組らしいです。ほん、これ日曜日？日曜日、あ、日曜日ですね、うん、すいません。そっか、日曜日の12時55分お昼のね、それから17時55分までの番組らしい。長いっすね、うん、5時間、ほぼ5時間、ね、曲かけてるの投げかな、だいたいこう、FM っていうものNAC5 がやります。これがアリオでやるのね。アリオで、2月の12日ですね、うん、メインパーソナリティは土屋レオさん、佐々木もよこさん、まあ、これはとりあえず行ってみりゃいいわけでしょ。そうですね、そうすると放送しているところが見れるっていうセンターコートで、うん、はいはいはい、あそこですね、カルディの前ですかね。そうですね、エレベーターエスカレーターの下みたいな、ね、どういう感じでやるんでしょうね。あそこにステージまあ作って、その上で喋ってるだけかで、曲かけてって感じ。まあちょっとよくわかりませんが、これを一旦盗んでカーブ中央でやっちゃおうかなみたいな結構前から言ってるんですけどね、俺ね。
キャラ使えるよみたいな。はい、そんな感じです。こちらが来週2月の12日日曜日12時55分から17時55分までカメレオンパーティーというナックファイブの公開出張公開生放送が行われますということです。さあ次、今度は腕相撲 JC ですね。今年は腕相撲らしいです。2月の19日、こちらはですね、川口 JC 腕相撲大会2017ということで、川口 JC 川口公益社団法人川口青年会議所って言うんですけども、政経人でも仲間たちです。はい、川口 JC 腕相撲大会2017、若者の元気が地域を変える、若者の力で川口の街を盛り上げたいと、そんな気概と覚悟を持った当会議所のメンバーの熱き思いから始まりました。でここはワンパクトライアスロンとかも精力的にやってるところですね。はい、いろいろやってくれてるところです。開催日は2月の19日日曜日、時間は13時から16時、場所はイオンモール川口前川2階細胞ホール。はい、参加資格20歳以上の男女、川口市内または近郊に勤務もしくは在住の方ということですね。これ大人がやっと危険だろアームレスリングの、ね、うん、世界大会とか見てるとすごいですからね、あれね、危なそうですよね。クラス5あります男子70キロ級と70キロ超級、70キロで分けるんだね。体重関係あるんですかね。やっぱこんな人とさ、ノッチみたいな人だいぶ違うよ。だいぶ違いますね、うん、あるっすね。女子は無差別みたいですね。これエントリー定員になり次第応募締め切り、早めのエントリーお願いします。あの保険証持ってこいって書いてある。保険証持ってこいってすげえね。怪我することが前提なんですかね。まあ一応じゃないですか。一応入場無料です。参加も無料です。大丈夫かこれ。当日ゲストといたしまして、日本アームレスリング連盟会長遠藤光雄様、そして、リズインリングアナとして活躍マックスウェルパワーズさん、司会者ナレーターリポーターとしてテレビラジオで広く活躍という外人さんですね。こんなことやります頑張っていただきたいと思います。結構本格的なあれなんですね。アナウンサーとか出てやるんですね、うん、そうだね、リングアナだもんね、うんうん、これ子供たちでやれはい、こんな感じです。あの逸ノ城を川口の土俵に呼んだりしたのこの人です。あ、そうなんですか、うん、はい、そんな感じで。さあ、それでは次に行ってみましょう。企画展昭和のレトロの川口、昔の暮らし、キューポラのある風景ということでですね、こちらは郷土資料館、鳩ヶ谷の小谷三氏記念館、そしてあの鳩ヶ谷商工会の下ですね、こちらの場所で行われております昭和のレトロ、これも行ってみたいなと思うんですが、うん、俺ネットの方でもねニュースになってましたね。あ、本当。はい、ジェイコムでもやってたしね。昭和の川口の象徴キューポラ、古き良き時代を共にした当時の生活道具、これらの写真や実物の展示を通して世代によっては懐かしくもあり初めて見る川口について郷土資料館でご紹介いたします。この他に石臼体験や鰹節削り体験など昔の暮らしが実感できるコーナーもあります。また第2会場の文化財センターではサテライト展示として昭和30年代の今の再現や生活道具、一昨年に芝小学校で発見された学校日誌、これ昭和17年度から20年度まで、こちらも展示いたします。郷土資料館と合わせてご覧ください。なお本企画展期間に限りお一人様1枚の入場券で2つの会場をご覧いただけますということで、こちら3月12日までですね。開館時間は、9時半から16時半ということで、料金が大人100円、小中学生50円ということです。休館日は月曜日です。まあ、こんなもの展示しておりますということですね。はい。
昭和のレトロ川口、ぜひ行ってみてください。ハットカヤ住宅公団駅行きかなんかのバスのどこだっけな、まあ、ハットカヤ駅からも歩いて10分ですね。そんなに遠くないですよね、うん、ハットカヤ本町一丁目バス停下車すぐということですね。昔共和銀行があった向かいの角です共和銀行の話するとすげえ。さあ次、元気川口商品券発売決定っていうかもう近くです、はい、あれうち出したのかみたいな、現金がないから無理みたいな。こちらもしなかったら本当うちにありますんでぜひ取りに来てください。ここにもあります、はい、ここにもあります。ということでもう始まっていて2月の12日必着です。必着12日でしたね。12日必着ですね。ということは土曜日もう金曜日には出しておいていただきたいですね。はい、発行総額が11億5000万円ということで、1億5000万円負担してくれてるってことか、はい、約 15% でもね、 20% の専用券と 10% の共通券なんで、1億5000万市の方で肩代わりしてもらってるということで、その分景気が良くなってくれたらいいなということで、こちらぜひお買い求めいただいて、お得です、お得です。確かに現金調達するのは大変ですけれどもお得です。うちの店でも使えます。はい、こちらの専用の応募はがき送ってください。52円切手を必ず貼ってくださいということですね。で、いろいろ住所、郵便番号、住所、電話番号を書いていただいて、買いたいという人の名前、それから何セット欲しいか、それと大事なのがですね、引き換え販売所いついつのどこにしますかということがチェックする項目がありますので、こちらチェックしてください。で、その時間その日にちに取りに行ってくださいということですね。はい、はい、ぜひお得ですんで、ぜひ元気川口商品券お買い求めいただければと思います。さあ次お得な街のゼミナール、マルトク街ゼミ第4回ということで、もうすでに始まっております。始まってますね。始まってます。先日クリちゃんとこ行ってきました。番号で言いますと、こちらの番号で55番ですね。ここのこれの55番、8名ぐらい来てましたかね。親子さんもいらっしゃって、一応ライブバー R、 次は16日の木曜日ですね。うん、うちがですね、今度は9日木曜日、23日木曜日、26日日曜日ということで、それぞれ15時からと19時から約1時間ですね。そんなことやったりします。ぜひまだ空いてますんで、ぜひ僕に電話くれるなり、当日でも大丈夫です。当日僕来てる、大体こういうね、うちのラジオ見てる人は大体わかると思うんで、ね、7時か、コウスケ日曜日来ないね、よかったら花粉叩きに、別に叩かなくてもいいから。まあ、それ以外でもですね、並木だけでも結構これだけ数ありますね。毎回毎回ね、参加するお店が、うん、そうですね、ちょっとずつ増えて、うん、これはすごく企画的にいいです、企画としてね。我々店の側もこれに対して投資をする、お金を払うということが、まずこれに乗っける、今回5000円だっけ、1万円だっけ、それぐらいで、20万だっけ、これがいろんな新聞織り込みに乗り、町各所に並び、で誰か手に取る、でお店の宣伝ができる、それでやることっていうのはいつもやってることですね、基本的には。まあ毎日花粉叩いてませんけど、大体そのお店の店主、白井さんのところだと、それこそウイスキーのお話をするとか、まあ、当たり前に頭に入ってることプラスこうちょっと出すだけなんで、お金がかからないということと、そんなこと知らなかったっていうこともね、いろいろ気づくと思うんで、そういう人はお得だと思います。はい、ぜひご参加ください。まだまだ受付可能なところもあります。それからニコちゃんとこみたいにも
もうとっくの塔に終わってるってところもありますね。もう一瞬、瞬殺です、あそこのところは。はい、そんなこともあります。さあ次行ってみましょう。旧田中家住宅桃の節句、これは2月の7日から3月5日までが、まずね、川口市内の旧家から寄贈をいただいたひな人形を展示。歴史的な雰囲気を持つ建物で、伝統行事である桃の節句のひな人形の展示をご覧いただき、懐かしさや季節感を感じてみませんかというのが、もう始まってますね。2月の7日から、あ、じゃない、2月の7日火曜日から3月の5日まで。場所は旧田中家住宅1階、2階、日本間ということですね。はい。それと次、木目込み人形作り体験教室。伝統的な木目込み人形作りの体験教室。女の子の人形を1体作ります。着物の柄は当日10種類以上の中から選ぶことができます。また作った木目込み人形は桃の節句期間中、ひな人形と一緒に旧田中家住宅館内に展示いたします。開催日は2月の11日土曜日祝日。時間は9時半から12時。対象は小学生以上。そして刃物を扱うため、小学校3年生以下は保護者同伴でお願いします。定員は20名先着です。料金は1,050円、材料費、保険料。申し込みは1月11日水曜日より受付開始。もう受付はとっくに始まってますね、はい。文化センター窓口にて参加費を添えてお申し込みくださいということです。これなかなかできるといい感じかな、ね。うん。そしてもう一つ、旧田中家住宅ね、琴の演奏会が行われます。こちらは3月4日土曜日ですね。この日が最後か、桃の節句としてね。そうですね、うん。なかなか素敵ですね。時間は13時から15時。場所は旧田中家住宅ということです。これは特にお金かかんないのか。入場料がかかりますね、はい。うん、入場料だけだと思います。はい。続いて川口情報、おもちゃの病院。リサイクルプラザでは毎月 第2日曜日におもちゃの病院が開催いたします。病院オーダーを開催いたします。壊れてしまったおもちゃを専門のボランティアスタッフが修理いたします。今回はですね、12月の12日日曜日、2月です。なんで12月って、これ2回ぐらい間違えたのね。2月12日日曜日です。時間は13時30分から16時まで。受付終了は15時30分です。開催場所はリサイクルプラザ4階実習室。これ朝日町なんと清掃局ですね。朝日ゴミ処理場ですね。そう、ゴミ処理場です。そちらです。定員は開催時間中に直接会場へお越しください。料金は基本的に無料でも部品代がかかる場合があります。おもちゃの診療は1人1個です。1人1個。はい、ということです。続きまして、鳩貝温泉。もう63回。すごいね。すごいですね。大したもんだね。うん。今回は、3月3日ひな祭りによる。3月3日だ。すごいね。はい、金曜日ですね。金曜日の夕方。やります。第63回鳩ヶ谷生ひな祭り女祭りで福笑いということでですね、古今亭菊池代さん、そしてニックスさんですね、こちら漫才、それから、神田小井栄ですか、小井栄さんですかね、泳ぐ小井カープですね、が栄えると書いて多分神田小井栄さんでしょう。講談、あと三遊亭ミルクさん、美しいにルクですね、ミルク、林家奈々子さん、林家あんこさん、こちらが出演です。3月3日金曜日、時間は開演は18時30分、会場は17時30分、場所は鳩ヶ谷駅市民センター、鳩ヶ谷駅の中ですね。そちらの多目的ホール。木戸線が当日2200円、前売り2000円。問い合わせは株式会社 YC 鳩ヶ谷0482812828、0482812828、こちらでお問い合わせお願いします。これ読売新聞、荒いところですね。読売新聞です。なかなか頑張ってます。さあ残り10分、新しい情報だけいきましょうか。そうですね。はい。今週入りました新しい情報いってみます。メディアセブンでラップ気分っていうのは、
メディアセブンで行われます。テレビ番組や CM、ラジオで音楽を聴いているとリズムに乗せて言葉を連ねるラップをよく耳にします。今や生粋のラッパーだけでなくバンドやアイドルグループもラップを歌唱表現の一部として取り入れています。そんな身近になったラップを自分でもやってみませんか。大人も子供も楽しくラップしましょう。申し込みの際ラップについてどのようなことを知りたいかなど質問がある方はご記入ください。ということでこちら2月の19日日曜日、時間は14時から17時、開催場所はプレゼンテーションスタジオ、対象は小学校から大人、定員20人で先着ですと。料金は1000円かかりますね。もうこの年になりますとドラムやっててもラップなんか絶対無理ですね。はい、恥かくよりいいかな。こちらが2月の19日プレゼンテーションスタジオでラップはいかがですか。サランラップとかクレラップとかの話ではないです。はい、さあ次、同じくメディアセブン、川口社会科見学部ボリューム20、今度キラクユですね。キラクユさん、キラクユ、テント行くね。俺まだ行ったことないんだよ。行く行くって言って、やつらはもう2回3回ぐらい来てくれてんだけど。あ、そうなんですか。そうそうそう、意外と知らない川口の施設やものづくりの現場を皆さんと一緒に見学してみませんか。住み慣れた土地の散策で新しい発見があるかもしれません。今月は川口駅と西川口駅の間に位置し、薪でお湯を沸かしている銭湯キラクユへ伺います。見学後は一番風呂を楽しんでみませんかって。いいねこれね。こちらは2月の25日土曜日、時間は13時30分から15時、ワークスタジオ B、 対象は小学校3年生から大人、定員は16名先着ということで、こちら料金500円、入浴を希望する方は別途入湯料、銭湯代ですね、がかかりますということが。あー、気楽湯、ぜひ面白そうなので行ってみていかがでしょうか。みんなで風呂入るんだ、ね。はい、続きましてグリーンセンター情報。これ街の話題っぽくていいねこれね。アイススケート場2階に食堂があるんだって。行ったことある？あります、あります。俺鳩ヶ谷のところは行ったことあるんだけど、あそこなんか行ったことなくはない気がするんだけど。そこの食堂な、土日限定の新メニューを販売します。お財布に優しい焼きそばセット、唐揚げポテト付きで380円、コーヒーセット、食べ物と一緒にコーヒーを注文された方に50円引き、いや、小腹に嬉しいスイーツ、チュロスなどを日替わりで、などを用意しております。週末はご家族、お友達と当スケート場で、すがすがしい汗を流していただき、ランチやティータイムにはぜひ食堂をご利用くださいということですね。いいね。ポテトと唐揚げつけて380円。はい。頑張っていただきたい。はい。あと洋ラン展が開催されたり、アイススケート場はもうすぐ終わっちゃうよとかっていう話もありますが、続きまして緑化センター、梅園、梅園ですね、こちら開園しましたということで、1月14日埼玉県花と緑の振興センター、メトロの隣の隣ですね、大きく行って、川口市安行10169内の梅園、梅園がですね開園しました。283本、155品種の梅が栽培され、そのうちの220本は梅園の梅、品種数では関東屈指と言われております。その梅園は正門奥に4000平方メートルという広い敷地を持ち、案内板に沿って進むとほのかに梅の香りを感じます。梅はこれから次々と咲き、3月の上旬頃まで楽しめます。木の根元の福寿草も間もなく2月上旬より開花予定です。根元さんちかと思いました。同センターの落合正弘所長ということで、開園は9時から16時、こちら3月末までということですね。あと新しいのなんだっけ、稲祭り行ったよね。言いましたね。はいはい。ということで、ザタザタっと次は行ってみたいと思います。川県ダンスフェスティバルダンスチーム募集。こちらは開催日3月20日。第5回川県ダンスフェスティバルがありまして、2月の11日まで申し込みやってます。
ということです。次、出演者募集中 G バーと孫のファッションショーが行われます。これは日程は3月の11日土曜日に行われるものを今募集してますということですね。はい、はい、これは成人大学の方に聞いてみてください。一応こういう資料があって往復はがきみたいなことになっております。お問い合わせ申し込みは川口市民パートナーステーション分室成人大学事務局、これ並木だ、並木です、並木だ、はい、電話048-256-9050 048-256-9050、これ電話もファックスも同じそうです。川口成人コレクションのお知らせでした。続きまして農業体験、こちらも成人大学ですね。これのコースがもう募集が始まっております。往復はがきを2月20、これが往復はがき、こっちだ、こっちでしたね。成人大学のコレクションの話じゃないですね。なんかいろいろ教えてもらうみたいです。4月の9日からって 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15回ぐらい、25回です、25回ぐらいです。いろいろ教えてくれるみたいです。西立野の畑に行っていろいろやるようです。ありがとうございます。そしてキポラ広場、こちらの方はですね、もう初馬太鼓の、もうそんな時期ですか。時期ですね。2月の26日に、うん、あのコンクールのプレビューでやるそうです。ここはアートギャラリーアトリオ、お、じゃあこれはキュポラ広場でやるんだ。そうです、キュポラ広場でやるのが2月の26日日曜日。大丈夫なの、あそこで太鼓叩いて。大丈夫だと思います。大丈夫ですか。ちっちゃい方なら飛ばねえからいいか、でっかい方が大変だね。というのが、キュポラ広場で2月の26日日曜日に13時45分から17時まで行われます。アトリアいってみましょう。アトリアでは共催展期間として、学校連携の共催展を開催いたします。詳細はアトリアのウェブからということでざくっとご紹介いたしましょう。中学生のアートクラブ展、こちらが1月の29日から2月の5日、明日までですね。明日まで。10時から18時。次、川口市小中高の書き初め展覧会。こちらが今度は2月の8日水曜日から2月の12日日曜日まで。こちらも10時から18時。そして川口の、図工美術学び展ということで、こちらは2月の28日土曜日から2月の26日日曜日までということですね。はい、そちらにご興味のある方行ってみてはいかがでしょうか。はい、そう、それではスキップシティゲーム展終わっちゃうよ。2月の26日までだよ。はい、見逃してるあなた急いで行ってください。そしてスキップシティ14周年イベントというのが2月の5日明日ですね、いっぱい行われますので、ぜひ行ってみてください。親子で参加できる子ども写真展とかね、映像ミュージアム無料会館とかね、CD に絵付けしてマイコマを作ってみましょうとか、このついでですから行ってみたらいかがですか。そして今川口市科学館ではロボット展やってます。それからドローン操縦体験ができる時間があったり、これやってみたいんですけど ね飛ばしてみたいですね。こうプロプロでしょうか。東川口の方にあのドローンの、練習場もなんかできたとかっていう、ね、ほーん、ドローンの練習場、はい、まあ、だたっぴろいところだろうねきっとね。はい、あったりとか、2月の12日にはこちらのね、講演会があったりとかいっぱいしております。さあ、そんな感じで1時間をとる時間に30分程度ではございましたが、大変ご迷惑をかけてしました。のっちね、途中でちゃんと帰れたらいいね。はい、まあそんな、インフルエンザもだいぶ蔓延してるらしいです。これやばいぞっていう警報が出たみたいな感じですね。はい、それやばい。一向に僕も大丈夫なんですが、皆さんでもなんかうがい手洗いとかってあんま効き目がねえとか言ってたね、この前ね。あ、そうですか。うん、でもゼロじゃないんでしょうからね。うん、ゼロじゃないですから、やった方がいいですよ。まあ、やった方がいいですね。でもあと何、やべえなと思ったらすぐお医者さん、あとは
移動の時はマスク。マスクだ。マスク。これ全然マスクしてねえよ。まあそんな中でお送りしました。この番組の提供は川口元郷にあります三田前用品店。はい、神社ありがとうございます。そして川口あ西川口駅西口にありますニコさん、昨日もどうもありがとうございました。身内的な話ばっかり。はい、こちらの提供でお送りいたしました。放送を担当いたしましたのは我々 NPO 法人まちづくり川口、理事長てっさん。はい、そして私もじゃもじゃハトリー。メールは受験までお休み、受験終了までね。ノッチは今日は体調が悪くなって、僕は寝坊しました、ごめんなさい。来週も楽しくお送りしたいと思います。まあいろいろ今日明日、いろいろイベントも目白押しです。いろんなとこにお出かけしてみたらいかがでしょうか。お届けしました立川ラジオ、また来週お楽しみに。